曲の中で意識していることは、その曲のイメージに合った、自分の役というか、役を、なんていうんだろうな、役になりきって演奏をしています。私は小学校6年生の12歳の、あ、そうだ、私は12歳の頃から、中学3年生ぐらいまで地元の大阪で、なんかこうタオの公演を見て、女性がすごくかっこよく見えて、やっぱり女性でこうなんか太鼓を使って表現しているっていうのがすごく魅力的に思えて、私もやってみたいと思ってオーディションを受けました。まずドラムタオに入ることがすごく難しい。150人ぐらいのオーディションを受けて、そのうち 5,6 人しか採用できない。その 5,6 人が1年間でレギュラーを目指すけども、慣れるのは 2,3 人で、それから舞台に立って自分の居場所がちゃんと確保できるのに、自分自身もこう6年間やってきてすごく感じるのは、やっぱり精神力が強くないと、なんだろうな、やっていけないというか、やっぱりどこかでこう自分の気持ちに負けてしまったらもうそこで終わっちゃうっていう、常にそういうモチベーションじゃないですけど。相当数いると思うよね。やっぱりこう過酷なトレーニングと、厳しい共同生活っていうものがイメージが先行してるので、やっぱ女性にとってみるとちょっと怖い場所だったのかもしれないです。女性のプレイヤーっていうのは、その日本国内でもやっぱりすごく少なく、たくさんいるとは思うんですけど、なんだろう、こう活躍というか、先頭に立ってしている女性メンバーは数少ないと思います。なんかもっと本当にうちの座長でいう西有さんみたいに、こうなんだろう、トップというか和太鼓界のトップと言われる存在に
なっていきたいとは思います。なんか見たことのない、え、これ和太鼓奏者なのみたいな、うん、なんていうのかな、なんかこう曲を作ったりとかパフォーマンスしたりとか、うん、どんどんなんか新しいことをやっていきたい。